鹿児島市はきょう新型コロナウイルスのワクチン接種後に死亡した市民1人について国の予防接種健康被害救済制度に基づき死亡一時金のおよそ4450万円の給付が認められたと発表しました。死亡一時金のの給付が認定されたは、はは、県内でで初めてです。鹿児島市は 新型コロナウイルスのワクチン接種後に死亡した市民の遺族からの申請を受け去年7月、県を通じて国に死亡一時金を届け出ましたそして先月、国からワクチンが原因である可能性を否定できないとして認定通知があったということです 鹿児島市は認定された市民の年齢や性別。何回目の接種化などについて、明らかにしていません。県によりますと、死亡一時金の給付認定は県内では初めてです。死亡一時金は、総裁量など、およそ四千四百五十万円です。鹿児島市によりますと、この制度への届け出は五十一件。健康被害の認定が十五件、否認が三件。 33件が審査中です厚生労働省によりますと健康被害救済給付の請求は本人やその家族が予防接種時に住民票を登録していた市町村に行う必要があります。